皆さんこんにちスワイプ岩見もなかです。皆さんこんにちスワイプ白石遥です。ガンガン GA の最新情報をお届けするガンガン GA チャンネル、今月はこの2人でお送りします。ね、前回は、うん、記念すべき100回目の放送だったということで、ね、惜しかったですね。惜しかった、ね、でも拝見させていただきました。おめでとうございます。本当にすごい歴史だよね。100回って、うん、確かにもうかなり前から私も認識しているし、うん、見ていたので、そうそう、はい、全然このお仕事に就く前からそう見ていました。うん、だから感動している、ここにいることに感動している私実は97回目に、うん、あのバンさんと一緒にパーソナリティを務めさせていただきました、うん、ゲストさんを含めると3回目の、うん、はい、そうなんだ、 GA チャンネルなんですけど、お白石さんなんか初スワイプです。初スワイプ、めちゃくちゃあったかいですね。ありがとうございます。初スワイプの現場に一緒にいることができて嬉しい。心強いです。そうですか、うん、任せてください。スワイプのパイセンだからね。スワイプパイセン、いや私も全然まだ新米の気持ちでいるんですけど、いやでも楽しみだね。そうですね、うんうん、もう春めいてきて、確かにお衣装が素敵で、 ありがとう。ちょっとね、千歳ちゃんを意識して元気っぽい感じにしてみました。元気から普段はあんまり着ない感じ。でもまなちゃんもやっぱね、マヒルンを意識してる時って、はい、いつも結構白っぽいお洋服着てるイメージがある。天使様っぽい、うんうん、なんかこれ羽っぽいと思って、あ確かにすごい用意したこのワンピース。なるほどね、そう似合ってるよ。ありがとうございます。天使だよ。羽ばたいていきましょう。今日も羽ばたいていきましょう。羽ばたいていきましょう。はい、ということでですね、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件ですが、あさって25日についに第12話の放送を迎えるということで、今月のガンガン GA チャンネルではお隣の天使様を大特集していきます。はい、あっという間。うん、なのでそれではですね、あの回しがちょっと下手なだけで、下手じゃないよ。ありがとう、優しい、くれてありがとう。そんなわけで、はい、そろそろオープニングページをめくりましょう。いきますよ。せーの、スワイプスワイプ。岩見と白石のガンガン GA チャンネル、お隣の天使様スペシャル。岩見と白石のガンガン GA チャンネル、お隣の天使様スペシャル。この番組はガンガン GA と漫画アップ、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。ガンガンオンライン3月の最新刊は、恐怖の演技力で第二の役者人生始めます。ホラー女優が天才子役に転生しました。今度こそハリウッドを目指します。1、恋にはウブなヤクザ×お人よし男子高校生のすれ違い BL コメディ、甘党ヤクザとケーキ屋バイトくんの話。1、訳あり物件から始まる心温まる日々、僕の部屋の優子さん。1、その他の新刊はこちら。ガンガンコミックスオンラインは毎月12日発売。ガンガンオンライン。お送りしています、うん、岩見と白石のガンガン GA チャンネル。ではここからは皆様からいただいたお便りをご紹介していきましょう。やったー、まずは、はい、私から紹介していきますね。はい、空色都市さんからいただきました。ありがとうございま す。岩見さん、白石さん、こんにちスワイプ。こんにちスワイプ。テレビアニメお隣の天使様、前はアマネとマヒルの甘く絶妙な掛け合いはもちろん、いつきと千歳のイチャイチャにも注目しながら見ています。ありがとうございます。そしてもうすぐ最終話なのがすごく寂しいですが、最後まで楽しみにしていますね。ところで今作の魅力の一つはお隣同士なところかなと個人的には感じているのですが、もしお二人が隣同士の部屋に住んでいたらどんな日々を過ごしていると思いますかとのことです。ありがとうございます。そんな、はい、
ます。もらいに行くんだ。持ってきてくれるんじゃないの？いもらいに行きます。あ、いいよ全然。なんか、うん、白井さんお話によると自炊をちゃんとしてて、うん、あ、そうそうだね、割とする方です。で、圧力鍋も持ってて、うん、そう、電気圧力鍋、うん、もうなんか出かける前にポチッとして、うん、帰ってきた頃に保管みたいな。そんな話よく覚えてくれてるね。それを聞いて、うん、なんて素敵な素敵な家事をされているんだと思って。これをするだけで皆さん、まなちゃんが素敵っていう言葉いただけちゃいますよ。でもそんなハイレベルなこと、いや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 、めちゃくちゃ簡単だよ。本当に本当になんか具材をただただ切って、はい、調味料と一緒に入れておくだけでできてるから。いや、そのまず切ることすらも難しいし、調味料を入れるなんてもう私からしたらもう飛んだレベルで、飛んだレベル、飛んだレベル。そう、なんか現場でさ、お料理の話、はい、やっぱマヒルがすごくお料理するから、うん、その料理の話もよくしてたけど、はい、もう絶対にお隣に住んだら、うん、もう毎食毎食伺っていいよ、アナちゃんなら喜んで作るよ。やった、うん、もう食卓を囲み始めるかもしれないでしょ。やった、合鍵すらもらって、じゃあ頑張っちゃおう。じゃあやっぱり代わりに一緒に寝てもらおう。それだけは、それだけはちょっと別で、ね、あれ誰もお返ししてもらえない。ギブアンドテイクでやっぱ行きたいので、うん、あ、一緒にゲームしてくれる。あ、ゲームですか、うん、ゲームよくされるんですか。いや、なんかやっぱりあんまり得意じゃなくて、一、うんうん、人だとそんなにする機会がないんだけど、はいはい、一緒にやれるってなったら、いいですね、楽しそうだなと思って。あの、まひろちゃんもやってた。そうそう、これ、あの、私たち二人とも体動くんですよ。そう、傾く派なので二人ともこうやってお互いアイテムこう投げつけ合って。ちゃんとね、しっかりとキラリンキラリンキラリン、ね、もうちょっと後で住所教えて。もうちょっとだけごめんなさい。でもゲームは一緒にしたい。したい。それはね、したいね。ぜひともよろしくお願いします。ということで続いていきます。ひじりんさんからいただきました。ありがとうございます。マナピッピ、ハルニャン、こんにちスワイプ。こんにちスワイプ。アニメお隣の天様を毎週楽しみに拝見しております、うん、個人的によくお料理が出てくるので、うん、見るたびにお腹が鳴ってしまいます、うんうん、そこでお二人に食べ物に関する質問なのですが、うん、子供の頃は食べられなかったのに大人になってから食べられるようになったものがあれば教えてください。うん、自分はブラックコーヒーやガリを食べられるようになりましたといただきました。味覚も変わるしね。ありますか、なんか。あるよ。かわいい。私はね、納豆を克服したの。あら、納豆、お子様の時は。お子様の時は。なんだ、2年ぐらい前までずっと食べられなかったの。あや。そう、はいはい。見るのもちょっとっていうぐらい苦手だったんだけど、うんうんうん、声優の三森すず子さんから、はいはいはい、こういう風にしたら食べやすくなるよっていうのを教えていただいて、でそれを試してみたら、はい、いつの間にか普通の状態でも食べれるようになってて、すごい。そうなの。めちゃくちゃ気になりますね。どういう食べ方。食べ方的には、はい、キムチを刻んで上に乗せて、うん、ごま油ちょっと垂らすっていう、うん、絶対美味しいですね。すごい。それやっぱキムチも強いから、味が、だからいい感じに最初のうちはその納豆の独特の香りとかを打ち消してくれて、うん、あ、食べやすいって思って、でごま油も入ることによって、油が何コーティングしてくれるから、はい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 、一つのおかずみたいな感じになって、普通に美味しくて、いつの間にかなんか普通に食べちゃってます、ね、毎日1個は食べてます。素晴らしい。健康にもね。ね、そう、良さそうですもんね。うん、私もそれなら作れそうです。うん、あ、そうだね。工程的には少ないし、うん、ドバッと油かけなければなんとかなるんじゃないかな。そうです、適量っていうのが一番難しいところではありますから。確かにね、レシピによく適量って書いてあるもんね。そうなんです、適量が ね難しいです。おなちゃんはなんかある？そう、あります。適量したチョコレートです。え、チョコレート苦手だったの？子供の頃苦手で。そうなんだ。
ったんだ。そうなんですよ。だからいただいたとしても、うん、兄が逆にもう大好きだったので、うんうん、兄に全部食べてもらったというか、もう兄がくれみたいな、チョコレートくれみたいな、チョコレートなんかもうもらえたらめちゃくちゃ嬉しいからね、感じだったんですけど、もう大人になったら好きになりましたね。それはなんかきっかけがあったの？はい、昔食べた時はなんか車酔いみたいな感覚になってたんですよ。おー、車酔いなんですけど、気持ち悪くなっちゃうとかでは、そんな感じですね。そんな感じだったのが、だんだんなんか美味しさが分かるようになり、うん、今ではもう1日1個は食べるくらい好きになりましたね。シンプルに味が好めるようになったって感じ、はい、そうです。多分味覚が変わっていってっていうことなのかもしれないですけど、うんうん、いや、チョコレート味の美味しいものとかたくさんあるから ね、うん、ね、克服できてよかったね。本当にもうバレンタインとか楽しめるようになったので、うんうんうん、それは大人になってよかったなって確かに思ったことでしたね。いいね。はい、はい、ではまだいけるかな、はい、3つ目ご紹介させていただきます、うん、カツオ兄ちゃんからいただきました。ありがとうございます。カツオ兄ちゃん岩見さん、白石さん、こんにちは。こんにちは。お隣の天使様でお二人が演じられている真昼と千歳は性格がだいぶ異なりますが、うん、回を重ねている中で、仲のいい素敵な関係の友達となりましたね、うん、自分自身は性格が似ている人と友人になることが多いので、性格が異なっていてもお互いを尊重して仲良くなっているお二人を見ていると尊さを感じるとともに、うん、羨ましさのようなものも感じています、うん、お二人は友人になる人には自分の似たタイプと自分とは違ったものを持っている人のどちらのタイプと友達になることが多いですかとのことです。あ、どっち派？あ、でも最終的に似てきます、うん、あ、なるほどね。仲良く一緒にいるうちに似てくるんだ、はい、考え方とか、うんうんうん、割と私小学校の頃からちゃんと価値観をすり合わせるみたいなことを、うん、登下校中にするんですよ、友達と。大人だな。価値観をすり合わせる小学生ランドセルですよってでも割と大人だったかもしれないです、みんな。なんかちゃんと喧嘩したとしても、うん、何が合わなかったのだろうかこの話題が好き、みたいな、別の話でもいいみたいな今の私より大人かもしれない、まあ、みんななんかランドセルショーって集団で帰るじゃないですか、うんうんうん、はい、そういうのからすり合わせていってもう大人になる頃にはもうなんかあれそれとかあれそれで伝わっちゃうくらいの、はい、これ好きそうだよねとか、うわ、うん、なんかね、まなちゃんってすごいお友達仲いい子が多いイメージがあって、あ、はい、連絡ツール、はいはいはい、でさ、あのアイコンにお友達との素敵なお写真がどんどんあの変わる変わるしますします、アイコンになっていって、はい、あんまりそういったタイプの人ってこの業界少ないというか、あ、本当ですか？そう、そういうイメージが勝手にあったから、はいはい、まあ、すごいなんかちゃんとそういったところを充実していて友達をめちゃくちゃ大事にしてる、可愛いみたいな一緒に青春してるんだみたいなのを勝手に私アイコンから感じてしまっていてでもちゃんと見てくださってたんですよ。見てるよ。え、嬉しい、うん、なんかそう思うと恥ずかしいごめんごめん、なんかすごい素敵な写真だから、うん、あ、そうなんだ。狭く、うん、深く、とんでもなく深く、とんでもなく深くあ、じゃあもう家族ぐらいの、もうそうです、うん、本当に家族みたいな、いいね、友達が多いですね。もう何も隠し事ないみたいな、うん、何でも話せちゃうんだね。何でも話します。羨ましい、お互いに、うんうん、いいね。どんなタイプのお友達が？私はでもどっちかというと、はい、似てる人と仲良くなって、うんうん、さらにこう考え方が同じく、その、うんうん、いつの間にか同じようになっていくっていうタイプかな。白石さんってどんなタイプだと思いますか？自分のこと自分のこと、でも学生時代はね、はい、本当にお友達がなかなかできない人だったのいや、もうめっちゃ意外ですね。なんか端っこの方で無の顔になってるって感じだったんだけど全然そんな感じが、だから、うん、そのもう本当カーストの上の方の方たちにはもう本当におしゃべりを自分からしに行くなんてみたいな感じのタイプだったから、
コミュニケーション能力をそのマナちゃんみたいに幼き頃から作り上げていってたわけではなく、はいはい、徐々に徐々に、はいはい、そうお仕事をね小学校5年生の時からやってるから、うんうん、その大人の社会に入ってから徐々にその人間関係とはみたいなすごい社会に生まれることにより、うん、覚えていって、うん、大人になってからようやくその友達っていうものに巡り会えて、そうそう、うん、だからコミュニケーションをちゃんと取ってそのすり合わせていくっていうのはもうここ最近の話です。本当ですか。でももうなんかやっぱり千歳の雰囲気がぴったりすぎて、本当、うん、で現場でも割とこうおしゃべりしてくださるから、うんうんうん、なんかそんなイメージなかなかなかったですね。嬉しい。なんかね、うん、私意識してるわけじゃないんだけど、うんうん、多分自然とその時演じてる役柄によっていってしまうところがあって、いやだからこう現場での、あ今回はみなこのメンバーで一緒に収録していくってなった時に、うんうん、自然とそのトークの時にその立ち位置にポジションにうわなっちゃうんだよね。すごい。だから多分もしかしたらこ今回のこの作品では、はいはい、千歳ちゃんのイメージに似てるというか、はい、合うって言ってもらえるのかもしれない、うんうん、なんか他の現場でも、うん、お会いしてみたいです。いろんな白井さんを集めたい。いろんな現場の集めてほしい。またいろんな現場で一緒になれるように頑張ります、頑張ります。はい、というわけで、はい、たくさんのお便りをありがとうございました。番組では引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしています、はい、絶賛発売中のヤングガンガンコミックスは巻き起こしましょう世界にさらなる混沌を、処刑少女のバージンロード5、シリーズ最大の騒動勃発、リアルのヒロインはいりません17、貴族転生、恵まれた生まれから最強の力を得る6、万年 D ランクの中年冒険者、酔った勢いで伝説の剣を引っこ抜く8、もうよろしくね。ヤングガンガンコミックスは毎月25日頃発売。ヤングガンガン。お送りしています、うん、岩見と白石のガンガン GA チャンネル、続いてはこのコーナー、ガンガン GA ピックアップコンテンツ。はい、ここからはガンガン GA チャンネルがおすすめする情報を取り上げ皆様にご紹介してまいります。はい、今回のピックアップはこちら、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件よはい、著佐伯さん先生、イラスト羽琴先生が手掛けるこちらの作品は原作ノベルが1巻から8巻が好評発売中、先日シリーズ累計150万部突破となりました。ありがとうございます。そしてあさって25日についに第12話の放送がございます。テレビアニメでは、ね、岩見真奈ちゃんがヒロインの椎名真宙を、私白石遥が白川千歳を演じております、はい、というわけでまずはあらすじのご紹介をお願いします。はい、それではあらすじをご紹介していきたいと思います。お願いします。藤宮あまねの住むマンションの隣には学校で一番の美少女椎名真宙が住んでいる。特に関わり合いのなかった二人だが、雨の中ずぶ濡れになった彼女に傘を貸したところから不思議な交流が始まった。自堕落な一人暮らしを送る天音を見かねて何かと世話を焼く真昼家族のつながりに飢え、次第に心を開いて甘えるようになる真昼と、彼女からの好意に自信を持ちきれない天音、素直でないながらも二人は少しずつ距離を縮めていく、そっけなくも可愛い隣人との甘くじれったい恋の物語というお話になっております、うん、本当に甘じれ甘じれ本当に、なんか私この作品で、うん、じれじれみたいなワードを知ったんです、うんうん、あ確かに流行れって思いますね。じれじれ流行れじれじれ流行れ、お隣の天からじれじれ流行れそうだよね、うん、甘くてじれったいっていう表現が、じれってここの作品の PV とかで、うん、じれじれ甘々なみたいな、あそっか、ワードが飛び出してきて、もうあったのか。そうなんです、それに乗っかって
ジレジレですねみたいな、あまあまですねみたいなことめっちゃいい表現だよね本当にぴったりで、うん、ずっとなんかジレジレあまあましてますけど、してます。でも12話か早いですね。いや早いですね、はい、寂しい寂しい、終わらないで、うん、終わらないでほしいそんなお隣の天使様ですが、今回はこれから発売するお隣の天使様グッズを紹介しちゃいます。何ですか？それでは早速紹介していきましょう。まずはこちら、わー、わー、フリューさんのフィギュアブランドフェネックスより現在ご予約受付中の椎名真昼7分の1スケールフィギュアでございます。かわいい、かわいいね。すごい髪のなびき方は美しいね。いや美しいですね。スカートのさ、あのプリーツのところとかもさ、うん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 、すごい細かくない？どこからどういう風に風が来ているのかっていうのが鮮明にわかるよね確かに、すごい。そしてなんとこちら、ね、黒タイツは本物の布地を使用しているそうです。布地、そんなフィギュア、布の生地でできてるんだって。私初めて出会います。何デニールですか？クイズだ。80デニールが好きですよ。まひるちゃん逃げていやでもめちゃくちゃ繊細で本当に可愛いです ね、よりリアルになんかまひるちゃんを感じられるフィギュアになっていますね。見に行ってほしい。ぜひともゲットしていただいて、はい、はい。そして続いてはアニメジャパン2023東宝アニメーションストア限定商品で不思議の国のアリスをテーマにしたグッズをご紹介します、うん、はい。こちらにアクリルスタンド椎名真昼白川千歳があります、うん、嬉しいですね。嬉しい。2人のグッズが、ね、このアリスとね、この自社猫ちゃん仕様の、うん、いやかわいい、似合うね、また似合う、うん、そしてですね、はい、フルグラフィック T シャツ、はい、こちらですね、はい、じゃじゃ、見て、あ、超かわいい、かわいい。しかもさ、はいはい、このプリントっていうの、はいはいはい、超綺麗なんだけど、本当に生で見るとよりすごい綺麗だよね。すごい、しかもね、立派なの。この T シャツの生地もすごい立派だし、なんていうの、こういったプリントってさ、うん、生地によってはちょっと透け感が強くなっちゃったりとかするじゃないですか、うんうんうん、はいはい、それがね、ないんです。裏も可愛いのね、うん、かわいい。どっちを表にしようか、うん、どっちも危ない。さすがにちょっと首のところ決まっちゃってるかもしれないんだけど迷っちゃうくらいの、いや本当にそのぐらいにね、可愛さですけど、ちょっと照れてるのがいいよね。ぬいぐるみ持って、はい、そしてそして、うん、書き下ろし等身大タペストリーというものが、タペストリーもあるの？あやー、いやー、かわいい、かわいい、すごい、等身大、そっか、かわいい、かわいい。なんかさ、あのこの色味、はい、アリスの格好だからさ、はいはい、ちょっとこのここ水色のお召し物に対して背景がこの淡いピンクっていうのもかわいいね。本当に部屋に飾りたい。これいいですね、一気にお部屋が華やかになりそうな、本当だね、タペストリーですが、こちらもぜひともお手に取ってみてください、うんうん、お願いします、お願いします。そしてそしてそして、うん、そしてこちらにバッグ、バッグ、はい、バッグがございます。かわいい、斜め掛けにしたらちょうどマヒルが前に来るんだ。そんなの誰もが振り返っちゃう。本当だよ、みんなが振り返っちゃう、すごい、あ、これこうやって開くんだ。あ、そこ縦開きなんだね。いいですね、なんか飲み物とか入れられそうな、確かにイベントの時とかすごい役立ちそうだね、うん、そうですね、うん、缶バッジもね、可愛いんだよ。缶バッジもあるんだ。そうなんです。可愛い。そう、あるんです。いいですね、なんか。ね、バッグとかにつけたら、それこそ常に一緒にいられるし。そうだ、そうだ。うん。ぜひとも皆さんいろんな楽しみ方で身につけていただけたらなと、ぜひぜひ、はい、お願いいたします。ただいまね、ご紹介したグッズはですね、明日3月24日金曜日12時より先行販売がスタートいたします。詳しくは東宝アニメーションストアアニメジャパン特設サイトをご確認ください。もうどれも可愛すぎて、ね、可愛すぎる。いやでも私、あの自分のキャラクターのアクスタ集めるのが好きで、うん、ああいいね。だからなんかチーと並んでこう、うん、
並べたいな、一緒に並べたいね、はい、そして原作コミックス情報のお知らせです、うん、佐伯さん先生、ジョ・ハネコト先生イラストによる原作ノベル、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件は1巻から8巻が発売中です。また皆様の熱いご要望にお応えして、うん、現在こちらの特装版が再受注中となっております。わ、再受注中かわいいとなっております。再受注中、うん、はい、こちら現物あるんですけど、うん、4巻アクリルキーホルダー付き特装版、うんうん、そして 5.5 巻 SS 冊子付き特装版、うん、そして7巻ドラマ CD 付き特装版となっております。はい、なんとさらにさらにこちらの特装版の再生産も決定しました、はい、あ、6巻、等身大タペストリー付き特装版と8巻ドラマ CD 付き特装版です。わー、すごい豪華ですね。本当に豪華、うんうん、最近、お隣の天使様を知った方も当時手に入れられなかったという方も今チャンスでございます。チャンスです、はい、ぜひご予約をお願いします。詳細は作品公式ツイッターをご確認ください。はい、そして構成結城すず先生、作画柴田ワン先生によるコミカライズは1巻2巻が発売中です。皆さん原作ノベルもコミカライズもチェックよろしくお願いします。こちらにコミカライズの現物が、もう絵がずっと可愛くて、綺麗で可愛くて、でたまにねコミカルなシーンとかになるとこのじとめの感じとかすごい可愛いよね。なんかアニメでもね見たあのシーンや、うんうんうん、こんなシーンも漫画で楽しむとまたね振り返ってこうやってパラパラパラって読みやすかったりもするし、ぜひぜひチェックしてみてください、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、続いてイベントの情報のご紹介です、うん、まずは47都道府県ビジュアル企画、うん、Always with you どんなところへも君とが全国のアニメイト店舗とのタイアップ中です。各都道府県のイラストを使用したパネルが該当する都道府県のアニメイト店舗に展示されております、うん、さらに本日3月23日木曜日頃からは全国の7エリアごとのスペシャルポスターも掲示いたします、続いて、明日3月24日金曜日より、うん、コラボカフェがキュアメイドカフェで開催。行きたいね。キャラクターをイメージしたドリンクやフード、うん、スイーツなどをご提供、コラボメニューをご注文で限定特典もプレゼント、うん、開催期間は、2023年3月24日金曜日から4月9日日曜日まででございます。はい、そしてさらに等身大アクリルスタンドが当たる お隣の天使様ツイートキャンペーン実施中でございます、締め切りは2023年3月31日金曜日23時59分までとなっております。はい、そして実はですね、等身大アクリルスタンドの実物がこちら、うん、もう触れたかった、本当ずっと触れたかった、みんな気になってないでしょ今日はもう実質3人でお届けしていたんですけど、ね、わーわー可愛いよね。ちょっと立ってみますか、並んでみます本当にお家に届いたらできるってことですよね、こうやっていいね、あまねくんには内緒ですね、あまねくんに怒られちゃう、怒られちゃう。ぜひともハッシュタグツイートキャンペーンね、はい、お隣の天使様で、はい、ぜひとも参加してみてください、はい、お願いします。さらにさらに3月25日3月26日のアニメジャパン2023にテレビアニメお隣の天使様も参加します。やった、東宝アニメーションブースではアニメジャパン限定のスペシャル展示を展開します、うん、そして東京 MX ブースステージにて、うん、お隣の天使様ステージを3月26日に行います。いいね、はい、藤宮あまね役の、バン・タイトさん、そして椎名真秀役の私岩見真中の出演が決定しておりますので、ぜひ皆さんお越しください。いいな、行きたかった。いや本当にね、一緒に登壇したかったでもいつか4人でね、ステージをお届けできる日が来たらいいね、いいですね。そうだね、4人でイベント特
か行ったことないもんね、はい、そうですね、うん、ラジオはね一度ありますけど、うんうん、いやもう今回は私とあまねくんばんさんにお任せください。しっかりと会場を盛り上げて、お隣のデイサマーファンを獲得して帰ってまいります。あまあまあじれじれさせてあげてください。はい、頑張ります。いや、はい、こちらのね限定スペシャル展示の方も気になりますね。そうですね、どんな展示になるのか皆様実際にお越しください。ぜひ。はい、というわけで私たちの出演しているお隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件をご紹介しましたが、ぜひこれからもお隣の天使様をチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。 GA 文庫3月はこちらの作品が登場。憧れの異世界を自由に満喫するMMORPG ライクファンタジー開幕。ゲームで不遇色を極めた少年、異世界では魔術師適性マックスだと歓迎されて英雄生活を自由に満喫するスペルキャスターレベル100。その他こちらの人気シリーズも登場。 GA 文庫は毎月15日頃発売。 GA 文庫。お送りしております岩見と白石のガンガン GA チャンネル。ここからはこんなコーナーをお送りします。目指せ天使様への道出張版。はい、私がパーソナリティを務めております、うん、お隣の天使様にラジオでもダメ人間にされていた件の人気企画、うん、目指せ天使様への道を今回映像付きでやらせていただきます。おー、次映像付きで、ね、はい、いいね。成績優秀でスポーツ万能、何事にも努力を怠らない真昼のような女の子を目指すべく、私がゲストさん、今回は白石さんと一緒に、うん、様々なミニゲームで対決するというコーナーです。というわけで、はい、今回挑戦するのはこちら、頭脳明晰クイズチャレンジ。なんだそれは。なんだ、知識に関するクイズで。あれ、おやおやおや、知識はいろんなジャンルがあるので、交互にやってみたいジャンルを指定して挑戦していきます。最終的に正解数の多かった方が勝利です。勝負に勝てば美味しいお土産ゲットできちゃいます。本当にクイズというものが本当に本当にすごい相当な。前回は豆を移すチャレンジやったね。お二人でラジオの方でもやらせていただいたんですけど、映像なしなのにね、そうですよね、豆を一生懸命二人で運んで、絶対逆でもよかったぐらいの。じゃあもう私は謎に自信だけが今みなぎってる、うん、本当に。え、私がこんなに苦手じゃなかったら普通に考えてどう？全然苦手です。そう、でも勝負だものね。ラジオの方だともう完全なる、うん、出来レースなんですよ。言わなくていいんだよ。いいのいいの、そこ。どんなに私が負けても白石さんが負けることになってしまうんですけど、もう好き運びすごいことになってたもんね。あれもう大人の力が私を押してくださって。いいの、あれが楽しいんだから。今回はそんなことは起きないですよね。どうなんだろう、今のところうんという感じで。だから本当に白石さんがウィンの可能性もあるってことは、先生堂々とやっていきたいと思います。頑張ります、はい。それではまずはクイズのジャンルを見てみましょう。こちらです。ジョジョ。音楽、自然、言語、芸術、アニメ、ゲーム、スポーツ、生き物、歴史、文化。あ、ダメだ、終わった。そんなテスト前の学生みたいに。ほら、終わった。あと5分、ちょっと待って、この単語だけ覚えるから。最後のあがき。絶対出てこないんですよね。絶対出てこないんだよね。じゃあ私からジャンルを選ばせていただきます。はい。じゃあ私の得意ジャンルで攻めた方がいいってことですよね。そうだね。でも私国語めっちゃだけ良かったんです。国語めっちゃだけ良かった。不安になるなそれ。国語めっちゃだけ良かった。国語だけめっちゃ良かったですよ。じゃあ言語でいきたいと思います。 OK、 分かった。はい、はい、では参ります。お願いします。人の指のうち、小指は英語でピンキーという可愛い呼ばれ方があるのですが、はい、一方親指は男の子っぽい名前がついています。さて何と呼ばれているでしょうか。そっか、よくピンキーリングって言いますよね。あ、
あ、言うね。ピンキーリング。ピンキーリング。そうなんだ。親指？名前がついて全員知らなかった。国語関係ない。本当ですよね。もはや英語みたいな。やばい、英語の成績はすごい悪かった。じゃあ書きますか。書きましょうか。うわ、男の子っぽい名前か。あ、でも、もうこれかな。あー、じゃあせーので、はい、いきますか。せーの、バーン。お、ジュレスさんはボブ。ボブ。私ヒーロー。ヒーロー。はい。ああ、ヒーロー、ね。そういうことか。はい、男のポップかっこいい。ああ、なるほどね。名前ヒーロー。ピンキーとヒーロー。ピンキーとヒーロー。ヒーロー。え、でも割と私自信があるんですけど。本当。え、なぜボブ？あ、男の子っぽい名前。そういうことか。ボブかサムか、どっちかだったんだけど。ボブかサムか。じゃあ正解を教えていただけるということで、はい、お願いします。サム。え、あ、欲しいじゃないですか。サムでした。すごいですよ。じゃあ方向性は合ってたってことですよ。合ってたんだね。そうだ、グッドを表すポーズ、サムズアップはそのまま親指を上げるという意味です。だって知らない。サムズアップ初めて聞きました。意味合いまで一切考えてなかった。サムズアップ。え、サムズアップって言うんですか。うん、サムズアップ。グッドを表すポーズ、サムズアップ。ヒーローじゃなかった。ヒーローよりはボブの方が近いかな。そうですね。でもこれは引き分けという運びで。これは引き分けでしょう。はい、うん、じゃあまだ続いて、じゃあ白石さんが、はい、じゃあ選んでください。どれにしようかな。テーマを。まあでもこれは外せないでしょ。私たちが携わらせていただいております。はいはい、アニメゲームなんてどうでしょう。うお。ね。了解です。これにしましょう。あ、なんだろう、なんだろう。はい。じゃあ問題お願いします。読んでいきます。手塚治虫さんの代表作の一つ、うん、ジャングル大帝の主人公であるホワイトライオンのレオン。このレオン。白くするというアイディアを手塚治虫さんが採用したきっかけは何だったでしょうか。普通のライオンの可能性もあったのに、うんうん、白にした理由ってことですか。ホワイトライオンにした理由。そう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 、だと思う。あ、おっと、じゃあシンキングタイムです。そうだね。アニメゲームの知識というよりも作品の知識。これは難しいぞ。せーの、バーン。バーン。あれ、おやおや。おや、白石さん。まず、まるちゃんから、はい、まるに教えて。これはライオンズのファンだから。あの、私地元 の、うん、あのライオンズっていう球団があるんですけど、うん、その、 あのチームのキャラクターが、うん、ホワイトライオン？だからそれがもしかしたらお好きでいて、ね、そこからなのかなっていう願望です。なのかな。はい。そして、もうそうかもしれない。いや、諦めないでください。なんかこう朝ふと歯磨きをしている時にホワイトとライオンがつながってホワイトライオン。はい、あの答え見ましょうか。正解は、え、塗り間違えた。え、そんな、そんな、そんなことがあったの。あったんですか。ライオンのイラストを描いていた際、黄色で塗るつもりが黄色の、あ、明かりの下で作業していたので間違えて白を塗ってしまったのだそうです。このアイデアを元にレオが生まれたんだそうです。そうだったんだ。知らなかった。知らなかった。そうなんだ。え、っていうかそんなことあるんだね。本当ですよね。歯磨き粉塗ってたかもしれない。ちょっとなんかもはやそっちの線の方が近かったかもしれない。なんかどうやら今、うん、あのライオンズのあのレオがその手塚治虫さんの作品からも撮ってる。うん、そっち、そちらからだったんですね。逆だった。逆だった。だからまあ、実際、そっちも正解。正解。そっちも正解。ライオンズ的には正解。うん、正解だったんだ。まあ、確かにも、だって、あの、名前もレオで、一緒ですもんね。うん、そういうことか。まあでも、どちらも不正解ではありますけれども。はい、じゃあもう、やばいですよ、ちょっと、ちゃんと戦えるまでいかないとまずいね。これ。え、でこれでもどのジャンルでも難しいってことが分かったんで。分かった。一番なんかテストっぽい歴史文化の方に、お、行きたいと思います。てれん。古代エジプトで生まれた最初の時計は
エジプト人にとって神聖なものであり、自然にも存在するあるものを使っていました。そのあるものとは一体何でしょう。ちち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 が生み出す影で時間を計る日時計こそが世界で一番最初の時計だった。そうだね、時間が経つごとに、はい、あの変わっていくものを、うんうんうん、見たらわかるっていうのがヒントになって、くー面白いさ、よかった、これはもう大正解です。やっと正解できる。音楽好きだから、うん、音楽お、へー、シンセサイザーやシーケンサーの電子音を使った人々を踊らせる目的のもとで作られた音楽 EDM とは何という言葉の略でしょう。英単語3つで答えてください。チチチチチチチ、わかるかー。せーの、パーン。エキサイティングダンスミュージック、エンジョイダンスミュージック、どっちもあり得る。正解はエレクトリカルダンスミュージック。わかるかー、わかるかー、わかるかー。1970年代中期のディスコで生まれたダンスミュージックから時代とともに発展していき、2000年代後半に一つのジャンルとして確立しました。楽しかったら踊るじゃん。そうですよ、私なんて書いたっけ、エキサイティングしたら踊るじゃん。あったかもしれない。そうですね、まあ、おのおののね、やっぱおのおのの EDM を奏でていきましょう。何うまくまとめないみたいな。あ、もう一問だけ。はい、ということで、じゃあ次私が選ばせていただきます。じゃあ私あが好きな自然で、うん、自然の問題をお願いします。いいね。日本では入道雲と呼ばれ親しまれている積乱雲、うん、巨大な入道雲の下はどんな天気になることが多いでしょうか。巨大な入道雲の下、あ、え、これ割と簡単では。せーの、パーン。お、雷。お、私も雷。わー、正解は大雨。雷雨。雷雨。じゃあ正解。お、我々正解です。いいんですか。やったー。入道雲の中は、はい、大気が不安定になっています、うん、入道雲が自分たちの方角に迫ってきている場合、うん、急な天候の変化に注意です。そっか、いや嬉しい、初正解。初正解。自然大好き。自然大好き、ね、自然大好き。ようやくなんかクイズらしくなってまいりましたが、ここでもういや気持ちよく最後ね、2人が正解ということで。そうだね、ある意味いい締めだったかもしれないです、はい、じゃあクイズはここまでなのですが、お互いの正解数を確認してみましょう。岩見1問正解、白石さん2問正解ということで、勝ったのは白石さんでした。やったー、ありがとうございます。すごくすごく低レベルな。私この番組で、うん、あのゲストさんの正解をお祝いするの初めてなんで。そっか、そうだね。そうなるよね。もはやなんか嬉しいです。おめでとうございます。ありがとう。白石さんにはこちら、うん、なんだ、ありがとうございます。何かが渡されました。わー、おいしいお土産を贈呈。かわいい、かわいい、カンカンに入った。なんか今日のお服と色合いがいい、合う？合いますね。黄色と紫。すごい可愛い猫ちゃん。じゃじゃーん。なんだなんだ。チョコレートクリームサンドクッキー。美味しそう。いいな、いいな。すごいいい匂いする。いいな、いいな。全力で羨ましがる。いいな。くそ、アクリル板ね。私も買いたい。後で一緒にいただくね。そんな優しさ。めちゃくちゃ嬉しいです。
ありがとうございます。なんとかなんとか頑張ってよかったです。いや今回は正々堂々の勝負ということで気持ちよく負けさせていただいてありがとうございます。はい、というわけで今回はいろんなジャンルのクイズをやってきましたが、はい、私たちも天使様になれたかなって書いてあります。それはどうでしょうそれはちょっとねそれはちょっとお勉強が足りないかもしれないです。すいません感じなのですが、今でも今回でねちょっとずつあの知識は入ってきたと思いますので、確かに今日勉強したよね、はい、学んだからそうです、一歩近づけたんじゃないかなと思います、うん、はい天津ということで以上目指せ天使様への道出張版でした。おめでとうございます。ありがとう。 GA ノベル3月の最新刊は魔女旅シリーズ白石定規の完全新作ナナがやらかす5秒前、その他こちらの人気シリーズも登場。 GA ノベルは毎月15日頃発売。 GA ノベル、君にワクワクを。GA 文庫大賞最高賞金は300万円。リニューアルで選考過程を一新、新しいイベント盛りだくさん。第16回前期募集中。物語が花開く GA 文庫。お送りしています岩見と白石のガンガン GA チャンネル。さてここからはお知らせのコーナーです。今回は相方がお知らせしている間にこちらのスケッチブックに最近感じた春っぽい出来事をお絵かきしたいと思います、うん、お絵かきね、はい、じゃあ白石さんいいですか。かしこまりました。お願いします。ではお知らせしてまいります。よいスタート、はい、まずはガンガン GA のお知らせです。今月のガンガン GA はコミカライズ15タイトルが登場、まず現在発売中となる新作タイトルですが、すごい歌いながら書くタイプなんだね今月はイレイナが出会った少女たちのそれぞれの旅、魔女の旅々5巻、最強タッグ誕生、バトルトーナメント開幕、なんだって難攻不落の魔王城へようこそ、なんだって出番は不要と勇者パーティーを追い出された黒魔導士魔王軍の最高幹部に迎えられる奈良くん、強そう、賢者 VS 賢者、ついに遭遇する最強の敵、その職業は賢者、なんだって異世界賢者の転生無双ゲームの知識で異世界最強奈良くん、激突最強賢者 VS 最強少女、最強賢者の魔法修行レベル99のステータスを保ったままレベル1からやり直す4巻、バレバレな恋心気づけっての僕年次冷水彼女3巻、おっと、はい、気持ちが入りましたね。帝国崩壊ノアの強さがトリプル S、貴族転生恵まれた生まれから最強の力を得る6巻、アイシャ VS コニー&スカーレットエリスの聖杯8巻、王が死んだその後最強国家アルキマイラの8大軍団長がついに揃う、異世界国家アルキマイラ最弱の王と無双の軍勢3巻揺れてる最強のハンター VS 最強の竜、チートはどっちだ、最強のおっさんハンター異世界へ、今度こそゆっくり静かに暮らしたい5巻、最強魔導士弟子たちとクエストがてら温泉旅行、いいな、ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年が経ったら伝説になっていた11巻、さあ出かけよう、万年 D ランクの中年冒険者妖怪兄弟伝説の剣を引き抜く、誰だ抱き起こしましょう、世界にさらなる混沌を、処刑少女のバージンロード5巻、シリーズ最大の騒動となる第17巻、リアルのヒロインはいりません17巻、最強最悪の魔道具が出演、最強賢者の攻略法とは、失格門の最強賢者、世界最強の賢者がさらに強くなるために転生しました22巻、強くなってるって証明してみせます、殲滅魔道の最強賢者、無才の賢者、魔道を極め最強へ至る7巻が発売中です。素晴らしい。ガンガン GA では他にもこちらの作品を連載しています。
そう。ますますね、作品が充実するガンガン GA は、うん、ガンガンオンラインと漫画アップで同時展開中でございます。ぜひ覗きに来てください。続いてガンガンオンラインのお知らせです。生産で美しき復讐譚に命が震える。血を這う亡国の王女、バツバツして女たちを眷属にせよ。転生したら序盤で死ぬ中ボスだったヒロイン眷属下で生き残る。おお、以上の2作品がアプリ先行で連載開始。というわけで私からは以上です。はい、もう題名だけでめちゃくちゃ楽しいんだけど。本当にちょいちょい気持ちがめちゃめちゃ入っちゃう。はい、どうでしょう。じゃあ私の最近感じた春っぽい出来事、うん、いいね、ご覧ください。はい、こちらです。じゃん。おお、これですね、うん、昨日のお話なんですけど。昨日のお話、はい、東京タワーの近くでお仕事があって、うん、で、そうだね、一緒だったね。そうなんです、一緒にお仕事したんですけど、うん、その時に帰り道、うん、歩いてたら、うん、なんかどうやらみんなが写真撮ってたんです。うんうん、なんか街行く人が手を止めてこう写真撮ってて、うんうん、で何を撮ってるんだろうってパーって見たら、なんかビルとビルの隙間から、うん、なんかライトアップされた東京タワーと桜田か梅田かと、うんうん、なんか良い感じですごいいいね、はい、想像しただけでも綺麗。それを目撃したのが私の私見落としてた。あ、本当ですか。東京タワーはね見て、はい、うわ綺麗だなって、うんうん、久しぶりに見れてテンション上がったんだけど、 そのマッチングは春ならではでいいね。うん、本当にだからびっくり、なんかこう春だって思いましたね。いい、はい、花見したいな。花見したいですね。うん、わーわー、いいですね、春らしいエピソード、はい、こんな感じで、うんうん、じゃあお知らせの続きを私からさせていただきたいと思います。お願いします。はい、まずは今月のヤングガンガンインフォメーションです。イエーイ。3月17日に発売になったナンバー07から、うん、ワーキングの高塚狩野先生の新作、うん、マリーゴーランドが連載スタート。イエーイ。やった、婚活シェアハウスを舞台に巻き起こる、うん、マリッジラブバトルコメディにどうぞご期待ください、うん、以上ヤンガンインフォメーションでした、うん、そして君のスマホにエンタメアップ、スクエアエニックス全紙の名作新作300タイトル以上を基本無料で毎日配信する最強の漫画アプリ、その名も漫画アップ。すごい急に声大きくなった。いいよ。今月は次期王妃の座を捨て令嬢は騎士を目指す、婚約破棄された公爵令嬢は令嬢の仮面を脱ぎ捨てる、お金儲けがしたいのに結婚なんて聞いてない、病弱嘘令嬢は婚約破棄したい、お金勘定に忙しいので結婚したくないんです。すごい癖強いな今の人、癖強い。あらゆる最強魔法を、あ、ここへ異端の剣が打ち砕く無双共同アクション、絶対魔剣のデュエリスト、暗殺貴族が奴隷令嬢を育成したら魔術殺しの究極魔剣士に育ってしまったんだが、いいなんかマナちゃんのそういったボイス新鮮だな。王子様を飼う、ちょっぴり刺激的な契約関係、王子様の飼い主係、呪われた殿下がモフモフボディで誘ってきます。かわいい。二人の絆で紡ぐ再生のケミストリー、あら大人、結合男子コミットメンツトゥドンのオリジナル新連載がスタート、うん、またオリジナル連載より以下の作品が発売中となります。おー、以下です、以下です。まだアプリをダウンロードしていない方は今すぐ漫画アップで検索、ダウンロードして作品を見てくださいね、うん、最後は GA 文庫からのお知らせです。まずは新刊情報から。今月の GA 文庫は新作が1点、うん、ゲームで不遇色を極めた少年、異世界では魔術師適性マックスだと歓迎されて英雄生活を自由に満喫するスペルキャスターレベル100、また以下の人気作続刊も登場です。わーい、はい、
そして GA ノベルからは新作が1点、ナナがやらかす5秒前、はい、また以下の人気作続刊も登場です。さらに、こちらの、特装版が発売予定となります。盛りだくさんになります。はい、どの作品もぜひぜひチェックしてみてくださいね。お願いします。そして現在放送中のテレビアニメ情報です。テレビアニメお隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件は毎週土曜日22時30分から東京 MX などご覧のチャンネルで放送中です。そしてついに3月25日の放送で最終回を迎えます。やだ、終わらないで、終わらないで、皆様ぜひご覧ください。お願いします。ブルーレイ&DVD ボリューム1は5月17日水曜日発売です。完全数量限定版バンドルグッズ付き特装版にはこちらのジャケットイラスト特製ビッグ布ポスターも付きます。こちらです。じゃじゃーん、じゃじゃじゃーん、あらあら、じゃじゃじゃーん、素敵、桜越しに見えるマヒル、めちゃくちゃいいね。あの詳細は公式ホームページをご確認ください、はい、また先日最終話が放送されましたダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか4新章薬剤編はブルーレイ&DVD ボリューム1ボリューム2が好評発売中です。最新ボリューム3は4月26日水曜日に発売予定です。詳細は公式ホームページをご確認ください。はい、またどちらの作品も各配信サイトでも絶賛配信中です。ぜひ見てくださいね。というわけで私からは以上です。わー、盛りだくさんで、すごいね、もう本当に楽しみがいっぱいだね、本当に。ということで、私も無事書き終わりました。いいですか、見ても。はい、最近感じた春っぽい、はい、生き方、こちら。なんだそれは。怖い怖いって言う、怖いよ。すごいさ、春になって、はい、暖かくなったら、はい、人が出てきた。あ、今まで以上に、冬以上に人を感じる。そう、天気もいいしお出かけしようかっていう方も多いのか。確かにすっごい、はいはい、なんかお外に人が多いなと思って。そうですね、うん、なんかそれを感じてびっくりしちゃったの。すごい、なんかでも人だ人だ人だ周りに人がいる白井さん、うん、すごい辛そうですけど違うの、あの後でね、これ花粉症で、花粉症かあの、くしゃみをしているところ、人怖いよ怖いよ、ね、迷子の子供みたいな。さすがに迷子にはならない時の方が多いよなる時もあるんだいや、花粉症にも悩まされているから、ちょこちょこ花粉っぽい、本当だ、お花もある、書いてみつつ、あと人が多いということを表現してみました。もう白石さんの絵ならではの、あの骨が見えるという骨が見える、ね、人は土台が大事ですいや、もうその通りです、本当にで春ですね。いいだよ、フォローしてくださってありがとういや、春を感じて本当に、ね、まあ、楽しみもいっぱいでございますので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、お願いします。というわけで以上、お知らせのコーナーでした。君のスマホにエンタメアップ、スクウェアエニックス全紙の名作、新作300タイトル以上を
基本無料で毎日配信する最強の漫画アプリ、その名もマンガアップ。今月は婚約破棄された公爵令嬢は令嬢の仮面を脱ぎ捨てる、病弱嘘令嬢は婚約破棄したい、お金勘定に忙しいので結婚したくないんです、絶対魔剣のデュエリスト暗殺貴族が奴隷令嬢を育成したら魔術殺しの究極魔剣士に育ってしまったんだが、王子様の飼い主係呪われた殿下がモフモフボディで誘ってきます。結合男子コミットメンツトゥードーン、こちらの作品が新連載スタート。まだアプリをダウンロードしていない君は今すぐ漫画アップで検索。漫画アップ。お送りしてまいりました、岩見と白石のガンガン GA チャンネル第101回目の配信もあっという間にエンディングのお時間ですね。早いね。はい、そして最後にガンガン GA チャンネルからのお知らせです。この番組ガンガン GA チャンネルですが、今後は不定期での配信となります。番組が終わっちゃうわけではないので、どうか今後もお楽しみに。お願いします。お願いします。いやー、めちゃくちゃ楽しかったんだけど。楽しかったですね。時間が足りない。まだまだ話してたいし、お話していたい、もっとクイズもやってたい。いや、あれ全ジャンル試したら、ね、もしかしたらね、もしかしたら違う結果になってたかもしれないし。でも今日いっぱい知識が新たに備わったので、ひけらかしていこうと思います。言葉ひけらかしていくのね、知識をね。知識を得たものはちゃんと出していこうね。はい、出していこうと思います。確かに大事。いやでもたくさんね、お隣の天使様についてのお話もさせていただいて、うんね、きっと今日初めて知ってくださった方ももしかしたらいるかもしれないし、うんね、ご興味持っていただいた方はぜひぜひ検索ももちろんですけれども、アニメの方も、まあ、次が12話にはなってしまうんですけれども、うん、一からご覧いただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで岩見と白石のガンガン GA チャンネル、ここまでのお相手は岩見真中と白石はるかでした。次回も楽しいページめくりになりますように。せーの、スワイプスワイプ。ドキドキなストーリー、ドキドキ失敗しても気にしない、それがマイジャーニー。さあほらヘラヘラ、その笑顔が Make me smile again。岩見と白石のガンガン GA チャンネル、お隣の天使様スペシャル。この番組はガンガン GA とマンガアップ、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。